To the ramen world. Thank you, thank you. 今日も頑張って作ります。今日はラーメン、塩ラーメンを使った料理です。塩ラーメンに酒粕を入れます。昔僕がラーメン屋をやってる時に、京都の方に行った時に、京都のいろんな有名なラーメン屋を食べましたけど、珍しいので京都の伏見の方に酒粕を使ったラーメン屋さんがありました。だから今日はちょっとその酒粕を使ってこの塩ラーメン、どんな味になるのか子供たちに食べてもらおうと思います。京都の伏見の方にあるラーメン屋さんは、まあ、それだけが専門じゃないんですけども、まあ、その酒粕ラーメンというのが売れてます。だから一回作ってみて食べてみたらどうかなと思って、今日はその一つの提案です。じゃあ今日は作ってみますから、子供たちの反応を見て、もしよければ作ってみてください。じゃあ頑張りましょう。はい、水を 500cc 入れます。はい、まず昆布茶をティースプーンに半分ぐらい、それから酒粕です。酒粕 40g、 これを潰して、はい、じゃあ今日は塩ラーメンを使います。はい、網を入れます。じゃあこれがラーメンと一緒についてます。ごまと味のパウダーですね。はい、麺が出来上がりました。塩ラーメンのパウダーを入れます。酒粕を入れて、昆布を入れて、パウダーを入れる、これだけで出来上がりです。簡単。はい、じゃあラーメンを移します。ネギを乗せます。そしてごまを乗せます。はい、できました。So guys、 できました。酒粕ラーメンです。で、前の動画で次回、味噌ラーメンを使って言ってたと思うんですけど、塩ラーメンに変更しました。チェンジマインド。チェンジマインド。うん、でもすごい美味しそう。なんか匂いがいいよ。匂いが本当に。うん。でほらスープもさ、酒粕でちょっととろっとしてる。とろっとしてるね。で濁ってるから、なんか豚骨ラーメンに似てない。似てない。本当に似てる。うん、似てる似てる。本当に美味しそうですね。で早速食べていきましょう。まずはスープから。あ、今日はセラが一緒にいるので、一応七味は、あるんですけど、うん、自分たちの、皿に七味をこうかけます。セラは辛いのダメだからね、うん、まずはスープだけを。スープだけを。あ、とろっとしてる。あ、本当だ、すごいとろっとしてるじゃん。なんかおー、見て、すごいとろっとしてる。とろとろ。じゃあ、いただきます。いただきます。おー、うん、おいしい。うん、なんかまだ暑いんだけど美味しい。うん、なんかすごいな、なんか塩ラーメンとこうなんかすごい濃厚になった感じ。濃厚。うん、すごいトロトロしてて味がすごいね、美味しいね。うん、クリーミー。ラーメンのスープがここまでトロっとしてるのはすごいよ。うん、見てこれ、ラーメンのスープじゃないもん。うん、うん、早速ラーメンと一緒に食べてみましょう。うん、いただきます。いただきます。うん、うまっ。すごいトロトロして美味しい。合うね。すごい美味しい。
なんか不思議に思う、なんかこう酒粕とラーメンが こんなに合うなんて。うん、思った通りよりも美味しかった。うん、うん、ね、そんなになんか酒粕の味が強いっていうわけじゃなくて、ちゃんとね口に優しいって感じの味ですね。うん、酒粕ってどういう味なの？普通酒粕は酒粕。いやいや、うん、じゃあ私は七味をちょっと入れてみたいと思います、うん、ちょっとだけ。お好きな、いただきます。なんかピリッとしたね。うん、美味しい美味しい。なんか七味の味、うん、この香ばしい味が本当に合うね。合う。うん、七味と入れたらなんかもっといい感じがする。酒と、うん、酒粕と。そうそうそう、うん、辛くないの？辛くない、辛くない、辛くないというか、ちょっとだけ入れてみる。入れない？いや、わかんない。えトライしてごらん。うん、それくらいだよ。それよく混ぜて食べて。うん、よし、ね、どう？どう？味は？ちょっとピリッとしてる。うん、ちょっとピリッとしてる。美味しい？なぜかパルメジャン入れたらどういう味にするかなと思って、なぜか。ああ。You know, like last time in the video, you put parmesan in like some kind of ramen. I forgot. Yeah. We did so many videos about ramen with parmesan cheese on. Yeah. 私は七味入れてから食べるのが本当に気に入りました。美味しいです。普通のラーメンと比べて味が本当にアップしてるって感じなんですよ。本当に味がね。もうすごい、すごい美味しいっていうのがすごい感じる。で、比べ物にならないっていうことで、本当に酒粕を入れるだけでこんなに美味しくなるなんて。だからすごいよ。うん、うん、なので皆さんもぜひ、酒粕をラーメンに入れてみて食べてみてください。はい、はい、作る動画はちくわのすき焼きです。おお、ご飯のお供シリーズなんだこれは。ちくわのすき焼きって珍しいよね。ちくわをすき焼きにするんだよね。うん、うん、すごい、なんか楽しみだよこれは。うん、楽しみ、うん、皆さんも楽しみに待ってみましょう。はい、 So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンとLikeボタンとベルのボタンを押してコメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい、美味しかったですね。いや、よかったよ。なんでここまで酒粕がさ、ここまで美味しくなるっていうのはすごいよね、うん、酒粕ってどんなのか自分たちで分かんなかったけどさ、うん、パウダーじゃなかったよね。パウダーじゃない、ペースト、ペースト状。うん、あれが初めて見てびっくりした。うん、でここまでね、こうやって酒とね、こうやってね、ほらラーメンと一緒にこんなに合うっていうのは本当に美味しかったです。うん、これ良かった。本当に、うん、香ばしくて濃厚で、この美味しさがほんとにたまらない。うんうん、本当に比べ物にならないくらい、本当に普通のラーメン、普通のインスタントラーメンと比べ物にならないくらい美味しいので、本当に皆さんも作ってみて食べてみてください。はい、じゃあ次の動画でまたね。Thank you.